はい、皆さん、こんばんは、こんにちは。元公立高校理科教諭のチョボ先生です。チョボットサイエンスのお時間となりました。チョボットサイエンスでは皆さんにちょこっとチョボットサイエンスに触れていただいて、科学的思考力を身につけて理系頭を作っていこうということを目的に放送しております。ということで、本日はですね、冷たい大雨でしたけども、皆さんのお住まいのところはね、どうでしたかね。まあ全国的にね、雨が降ってたということなんですけども、まあ岐阜の山あいではですね、まあ雪も降っておりまして、まだまだ寒い日が続くなと、まあいったところなんですけどもね、まあ雨だとね、花粉がですね、の飛散量がですね、ちょっとね、落ち着きますから、まあ花粉症の方はちょっとね、気が楽かなという感じなんですけども、まだまだほんと寒いですよね、ということでね、今日のお話はですね、絶滅したと思ったけど、生きてたん?っていうね、お話をしたいと思います。これ最近ね、まあ、ニュースでですね、サイエンス系のニュースでも大きな話題となってたんですけども、何かと言いますとですね、中国で絶滅したとされる世界最大の両生類、スライゴオオサンショウウオが、生きてたん?しかも、それ、スライゴ、オオサンショウウオやったんっていうね、お話なんですけど、これどういうことかと言いますね。まずね、オオサンショウウオね、これですね、日本の固有種なんですね。オオサンショウウオね。まあ、京都水族館が割とね、そのオオサンショウウオ推しで、かなり多い、個体数をですね、展示しておりますけどもね、もうめちゃくちゃ迫力ありますよね。なんかこう、水中のドラゴンみたいな感じでね、まあ、非常にこう、迫力のある、動物なんですけども、このね、日本固有種のオオサンショウウオは、1952年に国の特別天然記念物に、まあ、指定されているということでですね、もう本当に国の宝としてですね、宝の動物として、まあ、国のね、特別天然記念物に、まあ、登録されているわけなんですけども、1960年代以降ですね、まあ、中国にもね、まあ、オオサンショウウオいるんですけども、中国からイボや目の形態に違いがある中国オオサンショウウオなどが、の外来種が持ち込まれて、まあ、一部がですね、野外の河川に逃げ出して、日本のオオサンショウウオと、まあ、交雑してしまうと、まあ、いうことでね、割とその、問題になってるんですよね。まあ、日本の固有種ですから、まあ、それが中国オオサンショウウオと交雑すると、ハイブリッドができるから、純血のね、日本産の、日本固有種であるオオサンショウウオが、こう少なくなっちゃうんじゃないっていうことがですね、まあ、結構問題視されているわけなんですね。で、今回ですね、西川教授、これ京都大学の、動物系統分類学を専門に研究されております、京都大学の西川教授らの研究チームが、この遺伝子汚染どれぐらい進んでるのかなということでですね、DNA 解析を行ったんですね。で、調べた個体数はですね、京都鴨川の個体や、京都鴨川にね、オオサンショウウオいますから、の個体や、水族館が飼育しな、さっきの京都水族館のようにですね、水族館などが飼育している個体、73個体、京都の鴨川の個体と、個体や、水族館などが飼育している個体、73個体の DNA を解析、さらにデータベースで DNA 情報が分かっている個体と合わせて、計109個体について、母親の遺伝情報を引き継ぐミトコンドリア DNA の塩基配列を用いて分類の参考となる、まあ、系統樹を作ってですね、どれぐらいですね、まあ、純血がいるのかとか、中国オオサンショウウオがその中に、ね、いるのかとかっていうのをこう調べていったわけなんですね。で、そうするとですね、中国オオサンショウウオと判別したのが75個体と大半を占めたんですね。なので109からですね、75個体が中国オオサンショウですから、まあ、かなりね、外来種の影響が受けているということで、そのオオサンショウとして展示してた、してるものだとか、捕まえてきたものとかね、その、まあ、調べたものとかの中に、ほとんどがもう中国オオサンショウなんですよ。実は、結構、もう持ち込まれて入ってきてるんだなっていうことがですね、まあ、この研究が分かったということなんですけど、14個体、75個体が、大半が中国オオサンショウって占めてたんだけど、そのうちの14個体、さらに、14個体ですね、14個体は別のグループを作っていると、まあ、判別したということなんですね。なので、75個体が中国オオサンショウでしょ?で、14個体は別のグループ、なので、89個体はですね、オオサンショウじゃないですよ、固有種のね。なので、
89ですから、20個体か。109個体のうち20個体が、まあ、固有種である日本のオオサンショウってことですね。まあ、ほとんどがね、もう外来種ってことなんですよ。じゃあ、このね、別のグループと判明した109個体中の14個体は、これ何なのかということなんですけども、これをね、調べていくとですね、中国オオサンショウウオに極めて近いスライゴオオサンショウウオを示しておってですね、日本国内の4個体が含まれていたということで、現存して今生きている中、14個体、そのデータベース上に載ってるから、死んでしまったやつもいるし、データ上に載っかってるデータベースの登録されたやつもいるんで、生きてる中で14個体中4個体が今生きてて、これ、スライゴオオサンショウウオだよってことがね、分かったんですよ。で、このスライゴオオサンショウウオなんですけど、これ中国にいて、で、中国の限られた地域、中国の南部にしかいなくて、もうね、絶滅の恐れがあって、もう絶滅したというふうにまあ言われてたんですね。うん。で、まあ、食用で結構、オオサンショウを捕まえて食べるらしいんですね。その中国では。なので、もう乱獲によって、スライゴオオサンショウがもう絶滅した。自分の恐れがあるって言われてるけど、もうほぼ絶滅したんじゃないっていうふうに言われてたんですよ。で、このね、スライゴオオサンショウっていうのは、もう両生類の中でもいっちゃんでかくて、もうなんかもう、1メートルを超える個体がね、ゴロゴロいるっていうぐらいで、もうめちゃめちゃでかくなって、もう、オオサンショウの中のオオサンショウも、キングオブオオサンショウなんですよ。だからもう神殿じゃないみたいな、絶滅したんって言われてたんだけど、実は、日本に4個体、もういるやんみたいな。いや、絶滅したんじゃないんですかっていうことなんですよ。だから見つかったということです。この研究結果によってね。で、このね、4個体のうち、なんと2個体は、サンシャイン水族館と、広島市の動物園が今も飼育してるんですよ。オオサンショウと思ってたけど、実はスライゴオオサンショウウオで、そうなみたいな。絶滅したと思ってたけど、いるし、展示してますよみたいな。そのなんか絶滅した、レアのオオサンショウ。そんな状態なんですよ。ですよね。で、残り2個体。4個体のうちの残り2個体のうち1体もすでに死亡してて、もうデータベースに乗っかってるやつと、1個体は岡山県内の個人宅にいたものの現在は行方知れずということで、これめっちゃ気になるんですけど、さらっとね、書いてあるんですよ。これね。1個体は岡山県内の個人宅にいたものの現在行方知れず。これ、個人で買ってええんすかみたいなね。スライゴオオサンショウウオ。その人、大富豪ですかみたいなね。前澤友作ですかっていう人かもしれん、知らんぐらいね。大富豪なんかみたいな。松浦、エイベックスの会長みたいなね。スライゴオオサンショウ家で飼えるのみたいな。もう行方知れずということでね、もう逃げちゃったのかどうかわかりませんけども、その辺はちょっと真意はわかりませんけども、ということでですね、4個体、スライゴオオサンショウの可能性が高いということで、2個体は今サンシャイン水族館に飾られているものが、中国で絶滅したと思われてた、スライゴサンショウウオと、いうことなんですよ。これ、すごないですか？ということでね。で、まあ、中国の方ではですね、もうその原産地の方ね、中国南部の方では、スライゴオオサンショウが、まあ、ほぼ絶滅したというふうに言われてますということで、で、このね、2個体ともね、オオサンショウ、広島の動物園と、サンシャイン水族館は、両個体ともね、まあ、オスなんですよ。でもですね、メスの細胞組織を冷凍保存してるらしいんですよ。京都大学はメスの、細胞組織、スライゴオオサンショウの細胞組織を冷凍保存しているので、まあ、人工繁殖では組織からメスのクローン個体を生み出し、そのメスと生きているさっきのオオスのオオサンショウウオの、生殖細胞を用いて、こう、どん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 こう増やしていこうというね、プロジェクトがね、開始されるんじゃないかと言われてて、で、それでも誕生した子供をですね、中国南部に返してあげて、こう、増やしていこうっていう、プロジェクトが今度進んでいくんじゃないかと。まあ、いうふうに、まあ、言われてるんですね。もう面白いですよね。まあ、死んだはずやと思ってたけど、絶滅したと思われてたけど、実は生きてたし、しかも、水族館で泳いでるみたいな、もうそういった状態になってるところで、いうことなんで、まあ、DNA 解析とかね、まあ、科学の進歩によってですね、DNA を調べることによって、この個体とこの個体は別種やなとかっていうのが分かってきたので、まあ、これも科学の技術の進歩かなと、まあ、いうことでね、ぜひね、このね、スライゴオオサンショウウオを見に行きたければですね、もう現存する、ね、
個体がいますから、広島の動物園とサンシャイン水族館いますので、ぜひね、皆さんね、行ってみてくださいということで、今日はこの辺にしたいと思います。それではいつもさよなら。バイバイ。